お笑いコンビ霜降り明星のせいやと粗品は27日26日深夜放送の日本放送霜降り明星のオールナイトニッポンゼロ金曜深夜3時に生出演し、せいやがウェブ会議サービスズームを使った一般女性との飲み会で下半身を露出するセクハラ行為をしたと文春オンラインで報じられた件について謝罪した。せいやは粗品からズームをネタにいじられると俺の弱点やからネットニュースでと困惑し、せいやって調べてズームとか出てくる状況でしてと明かした。これに粗品は褒めてあげたいなどと突っ込み、ちゃんと言ってなかったけどお前にはすまんと謝罪した。これに粗品は俺は立派やなと思ったなどと持ち上げたが、せいやは全部出た、 LINE も全部出た、びっくりした、あまりにも出すぎた、もううまち歩けねえとぼやき、ほんまに相方に迷惑をかけました、ほんまに申し訳ないです、一緒にお仕事させてもらってるスタッフさんとか大人の方たちにもほんまに僕のせいで迷惑をかけました、それは本当にさるし分けないと思っていますと謝罪した。続けてせいやはお前の気持ちとか聞きたいと粗品に聞くと、大変面白かったんですけどもろもろの感じはなどと返した上で文春の記事を改めて引き合いに出すと、せいやは俺今後輩からズーム兄って呼ばれていると笑わせた。さらにズームの使い方を一生懸命勉強しました、そしたらこんなんなっちゃったと明かし、文春記者からの直撃をほんまに怖いねん、びっくりするねんと振り返った。さらに直撃取材を受けた当時を自宅近くの児童販売機で水を買おうとした時に3人の記者が来たことを明かし、とにかく焦っているんです、写真見た人はわかると思うんですけどほんまにパニクってました、焦っていたしなどと振り返った。その上で記事出る1週間前とか飯の味がしなかったと明かしていた。